貨物ジャーナルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2022年7月19日6時8分雨が降る中、いつものように朝活スタートです。 423M 金沢発富山行きが定刻に発車していきました。まもなく3092列車新潟貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行きがやってくることでしょう。来ませんね。少し遅れているのでしょうか。いや、いつまで経っても来ません。どうしたのでしょうか。 JR 貨物さんのホームページで輸送状況を確認しますと、富山貨物駅停車中と書いてあります。今年の夏は異常気象が各地で発生しており、東北、九州、関西等各地で大雨に見舞われています。この日も九州が大雨のため、福岡貨物ターミナル行きのこの列車が富山貨物駅で抑止になったそうです。この前日も3092列車を見ておらず、朝活としては達成感が感じられません。今ご覧いただいてますのは7月17日前々日の3092列車です。そこで富山貨物駅まで3092列車に会いに行こうと思い立ち、その様子を撮影してきましたのでお送りいたします。またサムネにあります通り、夜中に EH500 型電気機関車金太郎さんが3096列車として試運転を行い富山にやってきたようで、いるかどうかの確認もしてきましたので合わせてお送りいたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。早速ですが、愛の風富山鉄道の車両基地を見渡せる場所にやってきました。観光列車13000弱物語用413系が止まっています。その隣には青一色の413系、黒色の富山絵巻413系も止まっています。これだけ413系を見ることができるのもなかなかないですね。そして JR 西日本の DE15、 3両が次の冬まで休んでいます。富山貨物駅の方を見ると上り貨物列車が1本見えます。抑止となってしまいました3092列車です。そして愛の風富山鉄道および JR 西日本の車両基地の隣、 JR 貨物富山機関区にいるのはこれです。 EH500 の28号機金太郎さんです。ちょっとマークがピンボケですね。少し場所を移動します。いいですね。見えますね。パンタグラフが上がっています。こちらのパンタグラフも上がってますね。2機とも上がっています。富山貨物駅の向かいにやってきました。この日はもう動くことはないのでしょうか。静まり返った駅構内をトラックとフォークリフトが走っています。EF510 の505号機は前照灯が消え、パンタグラフを下ろしてしまっています。もうこの日は動かないようです。乗務員さんももう機関車から降りてしまったようです。この日の3092列車は3連休明けの運転ということで、積み荷が非常に少なくなっております。結局この列車はここ富山貨物駅で24時間手配となり、翌日の定刻に発車することになります。さて場所を移動し、新富山口駅にやってきました。黄色いホイールローダー、水色の機械の向こうに赤い車体が見え、こちらに近づいてきています。 EH500 の28号機が入れ替え灯を点灯させやってきました。仙台総合鉄道部に所属しているこの28号機と、以前やってきた24号機、もう富山機関区所属といっても過言ではないのではないでしょうかと思いたいぐらい板についています。先ほど2機とも上がっていたパンタグラフは入れ替えということで1機になりました。ここは交流区間なので、本線に出る際にもきっとこのままなのでしょう。
ポイントの前で一旦停止しましたが、すぐに動き始めました。いつも聞いている EF510 とは音が異なるのがお分かりでしょうか。実際に音を聞いた際にははっきりと聞こえたのですが、録音だとちょっと分かりにくいですね。インバータのレイジ音が異なっていると思います。 EH500 は東芝製インバータ、 EF510 は三菱電機製インバータという差なのか、他の理由なのか、ご存知の方いらっしゃいましたらコメント欄で教えてください。すぐ近くまで EH500 がやってきましたので、少し詳しく見てみましょう。連接車体の EH500、 EF510 とは違う迫力があります。進行方向が変わるため、運転手さんは反対側の運転席に移動されました。直流区間はパンタグラフを両方上げて走りますが、交流区間はどちらの方向に進む際にもこの2エンド側のパンタグラフのみを使用します。入れ替え信号機が進行を現示して EH500 は動き始めました。この音なんですけど、わかるでしょうか。進路表示器が15となっているので、コンテナホームに面した上り5番に入っていくようです。もうここまで来れば3097列車の時刻に新潟に向けて走っていくでしょう。その時を待ちたいと思います。11時59分、予想通り EH500 が動き始めました。構内に多数あるポイントを右に左に車体を揺らしながら進んできます。タン3097列車、富山貨物発新潟貨物ターミナル行きです。定期運用に入るとしたら、まずはこの3096列車および3097列車になるのでしょうか。早くその日が来るのを楽しみにしております。EH500 は間もなく私の横を通過していきます。
走り去っていく様子もご覧いただきました。ということで今回は金沢に来ない3092列車に会いに富山まで来たはずなのに EH500 試運転に興奮したというお話でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。